財布を大きくするためには黄金のストラチャラがたくさんいるらしいんですけれども、全然足りない。なおかつあの水色の勇者の服、大人用らしく着れない、着れない。おお、またコロちゃんがいる。パパゾーラに会いに行かなくては。あ、これってさ、灯した方が良かったっけ。いや、ひとまずは面会するか。いた、もうパパゾーラに話を聞こう。もしもし、エル注目してたな。ほら、世の可愛いルト姫よ、一体どこへ行ったゾーラ。待てよ、この道に立ちふさがってるのがこのパパゾーラだったのか。あれ、ルトちゃん探しに行けないけど。ボヨヨンちゃんがいる。あ、ちょっと待てよ、看板、スキューバダイビング練習場、あなたは潜水に自信ありますか。全然ないけどな。あ、これはこのゾーラの里のアトラクションだ。ほら、スラッとしたお兄さんが立ってる。こっからじゃ、潜水ゲーム20ルピー、後でやろう。川の源流にはゾーラの泉がある。その泉にはジャブジャブ様が住んでらっしゃる。ジャブジャブ様はゾーラの神、朝晩のお食事の支度はルト姫様の担当だったんだ。ジャブジャブ様、ちょっと待ってよ、ジャブジャブ様、ジャブジャブ様、川の源流、川の源流、ここ潜ったら源流に行けるのか。いや、しかしな、全然潜れないからな、今。潜水ゲーム、20ルピー。オッケー。ここからばらまくルピーを時間内に全て拾えるかな？全部拾えたらここへおいで、いいものやるから。パラ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 。こんな、真っ青な湖に5ルピー放り投げんの？スタート。50秒か。どれ？これしっかり潜、あ！ 1 枚取れた？やったラッキー。これはちょっと難しいね。難しい上にちょっと地味だね。どう？あと2、3枚だと思う。来た。ほら。よし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 。これ3枚目。おそらく3枚目。で、向かい側の。よし、流れて取ったよ。もう1枚はや。あった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 。これ楽勝だぜ。ああ慌てることなかれ。よーし、おい、おめでとう、いいものやるから取りに来な。はいはいはーい、送れやす、送れやす、ご褒美送れやす、送れやす。なかなかいい潜りっぷりだ。さあ、こいつを受け取ってくれ。こいつは俺たちの鱗、これさえあればもっと深く水中を潜れるぜ。やった、ごまだれー。銀の鱗を手に入れた。水に入って A、 前より深く潜れるぞ。やりました。あ、これ重要なイベントだったんだね。これちょっと潜って行ってみる。いや、どうしよう、もう一回だけ泣きの一回でパパゾーラに話を聞いてみよう。鱗もらったかんな。世の可愛いルト姫よ。潜ろ。よーし、ぶっ飛んでやるよ。どこだったかしら。ここ、深く深く潜り、そこの扉をくぐるのだ。来た、やってきましたのはハイリア湖畔。ここに何か秘密が隠されていると思うゾラが陸地へ着陸。さてと、あたりを確認してみようか。民家とかもたくさんあったはず。もうかかしが立ってんじゃねえかよ。あ、民家あった。あれ、釣り堀だったかな、違ったっけ。ここは、ん、何やら、あ、空き瓶が流れ着いている。今拾ってやるぜ、ルピーと共にな。ひゅー、こら深い、ゲットした、ごまだれー。空き瓶を手に入れた。中にか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 に、何か入っているぞ。一回さ、じゃあ外出てよう。ここ来たところだよな。よし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 、一回陸地上がって、装備だな、装備のこれだ、空き瓶だ。何か入ってるみたいだぜ。ほら、キポン、ん、瓶の中に何か入ってる。手紙みたいだ。助けてタモレ、わらわはジャブジャブ様のお腹の中で待っておるルト。追伸、父上には内緒ぞら。らら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 、どうする、パパに報告しないとジャブジャブ様の近くに行けないんだけど。うわ、ジレンマだな、ハリネズミだな。お、そばにもう一個民家があった、立派だな。ちょっと入っとくか、夕方だもんね。夜出歩くもんじゃないぜ。なんか博士が住んでたような気が。やっぱりな、湖研究所、ムジュラでもお世話になりました、おじいちゃん。わしはハイリア湖の水と変なものを混ぜて薬を作る研究をしておる。なんかハイラル城の女将から弾圧されそうな感じだけど。
橋渡って、あれ？ホウホウさんがいるじゃん、あれ。こんな遠目からでもわかるよ。お、オーヤンフィフィもいる。そら、うろついてるわな。こんなでかい湖だもん。ホウホウちゃん、こんばんは。すっかりしんしんと夜だが。どうしたのかな？こんなところまで来るなんて。たまには、装備画面をタッチ、あ、ごめんなさい。マップ画面をタッチして、マップ画面を見るのじゃぞ。せなよ、ここは豊かな水に満ちた美しい怖いおにゃおにゃ。この湖の底には、水の神を祀る水の神殿がある。ここを守るのはゾーラの一族。遥か北西のゾーラ川に住む水の一族だ。ハイラローの一族だけがゾーラの里へ行ける、というがな。ほほー！私はお城まで戻るところだ。一緒に来るなら私に捕まりなさい。いや、構わないわ。水の神殿はそこの深くに沈んでる扉の向こうなんですけれども、さすがにそこまでは潜れんものな。一回帰るか、ゾーラの里へ。え？ちょ、待って、なんか、パシャってきたけど。あ！ゾーラの人、僕はゾーラ族、何か変わったものが流れ着いていないかな？この人に拾われてたら、そこでパパに報告されてたな。危ない危ない。とか言ってなんだかんだ結局報告するやつー！ポコン。お？その手紙は、ごまだれ？ルト姫の手紙ぞら？ルト姫はジャブジャブ様のお腹の中とな。そんなバカなぞら。我らの守り神、ジャブジャブ様が世の可愛いルト姫を食べたりするはずはないぞら。だがあのガノンドロフとかいうやつが来てから、ジャブジャブ様はなんか変ぞら。よし、そちを信じて、ジャブジャブ様の祭壇へ続く道へ通してやろうぞら。この手紙は世が預かるぞら。入っていた瓶はそちにやるからありがたく受け取るぞら。早く世の可愛いルト姫を見つけ出してきてくれ、ゾラ。ゾラ、遅い！すんごい遅かったけど、超絶長いローディングを挟んだんじゃないだろうな、もしかして。時のオカリナの、ジャブジャブ様へ続く道はそういう謎があったのか？どれ？光へ続く道へと。空き瓶はもらったからね。ルト姫の。嬉しい。ゾーラの泉。綺麗なところだね、ナビーちゃん。一回看板読んでみようか。どれ？ゾーラの泉。ジャブジャブ様に失礼なきように。キングゾーラ、ド・ボン16世。よし。こんにちは。ん？これは、どうすりゃよかったっけ？なんか、話すこともままならないような気がするんだが。あ、これか？違うよな。勝った！ちょ、失礼なきようにって言われたけど、カチカチなんだけど、唇。どうすればよかったかな？あ、登れるけど。すごーく登れるけど。上に行った方が良かったか。え？なんか登れるかい？これ。登れそうじゃないけど。そっちの一本松のところに行ってみようか。ボムで破壊できそうな岩があるね。投げてみた。うわ！何この岩？すごい強固。入ってみよう。え？あ、大妖精？ようこそセナ、私は魔法の大妖精。あなたに魔法のアイテムを授けてあげる。さあ受け取って。はい。ごまだれー。フロルの風を手に入れた。うーんにセットして使う。ダンジョン専用のワープ魔法。一度使うとポインターをセット。もう一度使うとそこに戻れる。便利アイテムじゃねえかよ。フロルの風はダンジョンの中でしか使えないの。戦いに疲れた時はいつでもいらっしゃい。はーい。セクシービーム。尻尾からのさばった方がいいかな、これ。セクシービーム。どう？
着陸できそう。ああ、ゾーラの伝説ではジャブジャブ様にお魚を備えると幸せになれるそうだよ。来た、助言来た。そのお魚がな、買おうとなっても200ルピーするしな、どうすりゃいいんだろう。あ、魚泳いでる、魚泳いでる、200ルピーの魚泳いでる。チュ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 、よし、よっしゃ、どう、え、なんか水っぽ、よーし、魚だ。ジャブちゃん、ルト姫様を飲み込んじゃってるらしいじゃないの。このお魚を食べて機嫌を直してくれ。ちか、鋼のように硬い唇の下でピチ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 。ジャブジャブ様のお腹すごいなぁ、ねばっこいなぁ、いやぁ、ねばっこい、マジで泡ポコもプカ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 してるし、なんなら岩まであるじゃねえかよ。あれ、うわぁ、オクタビア、あぶねえ、牛が引っかかってる、嘘だろ。アビちゃん引っかか、あぁ怖い、引っかかってるどころじゃねえじゃん。うわぁ、取り込まれてる、カニバリズムな気持ち。あ、あぶね。じゃあ、今回はここら辺にしておきましょう。次回からこのジャブジャブ様のお腹を探索したいと思います。頑張ります。失礼します。もう岩は飛んでこねえな。